人気は、日本の競争は主な勝ち倉は2019年の菊水賞、2020年の、摂津坂月、園田金牌、2021年の白鷺賞、兵庫大賞典姫山吉歌賞。兵庫県競馬組合生抜きのスターホースとして、早くから対等すると、2020年には、年間全レースに連帯する、圧倒的な強さを誇示して、年末の大一番。 その金牌を鑑賞。同年の年度代表馬に選出された。本馬は中央競馬での競争馬デビューを目指していたが、全身規制を欠くところがあり、デビュー前に兵庫に入球した。2018年12月13日のその競馬第 2R でデビュー。レースでは田中学武騎士を背に2番手追走から直線で戦闘をかわすと、 そこから後続を突き放して6馬審査で勝利した。2019年2月21日、ソノダユースカップで重賞初出走。一番人気で出走すると、直線で逃げ馬を捉えて、首差の勝利。重賞初制覇を果たした。続いて4月11日の兵庫3歳クラシック第一戦、菊水賞に出走。3コーナーで先頭に立つと5馬審査をつけて優勝。 一番人気でのクラシック制覇となった。クラシック第2戦の兵庫チャンピオンシップは回避し、6月6日にクラシック第3戦の兵庫ダービーに出走したが、プラス7キログラムの太め残りが響いたか、直線で伸びずに4着とデビュー以来初めて連帯を外れる結果に終わった。夏場を休養して、園田オータームトロフィーから始動したが、 前年の最優秀2歳馬天馬台ウェーブの前に2戦連続の4着。コバ B1 クラスに格付けされて迎えた平場戦も、金差の2着に敗れ、全国交流の楠ス賞では単勝元返しの人気に支持された、同栄三冠馬臨蔵チャンネルに手綱を持ったまま、交わされる圧倒的な力量差の前に2着に終わった。12月に入り、B1 戦で鬱憤を晴らす解消を収め、 この年を終える。年明けから準オープンを連勝し、A1 クラスに昇級。兵庫対象点で、小馬重賞に初挑戦し、前年の年度代表バタガのゴールドの2着に入る。2020年姫山菊花賞、センチュリオンとの2着争い8月14日の、セ坂月では一番人気で出走すると、3コーナーで先頭に立って徐々に差を広げ、最後は、 前年の覇者左馬以下に三馬審査をつけて鑑賞した。続く姫山木花賞は、田中の騎乗停止により、赤岡修二との初コンビで挑んだが、同馬屋の古豪、英心に失敗に及ばず、センチュリオンとの二着争いを首差制するのがやっとであった。12月9日、本年より優勝賞金が、兵庫チャンピオンシップと同額の3000万円まで増額された、その打金杯に、 ファン投票1位で選出され、1番人気で出走。レースでは、最内枠から2番手の行為を確保して4コーナーで、前を捉えると、直線では2着以下を完全に突き放して5馬審査の圧勝。重賞4勝目となった。重賞2勝の実績から2020年、その打競馬の年度代表馬に選出された。1月28日の姫路、白鷺賞から始動。 二周目向正面では、高知からの遠征場所とストーリーがまくり気味に仕掛けて、きたが、すぐに盛り返すと直線で後続を突き放し七場審査の圧勝を見せた。3月11日の名古屋対商店で、ダートグレード競争初挑戦。最内枠からコースタートを決めると、道中は、中断で待機。勝負所の二周目第三コーナーから、インコース突破を狙うものの、前が開かず、 第4コーナーで外に進路を取った。この時点で、勝ちうまくリンチャーを含めた JRA 勢、上位3頭には離されていたものの、ゴール前で JRA のイン・ユニファイドをかわして4着となり、地方場最先着を果たした。5月5日の園田、兵庫対象点ではもはや地元場に、ライバルはいないとばかりに、単勝1.2倍と抜けた一番人気に押された。スタートから花を奪うと、 第3コーナーからスパート。最後は2着永進にしっぱに庭神半の差をつけて勝利した。重賞6勝目となった。続く6月3日のソノダ、六甲坂月では初の2400メートル戦への出走となったが、ここも南関東からの遠征勢を退ぞけ単勝1.7倍の一番人気に支持された。道中は2番手に控えると、 最後の直線では早めに仕掛けたホーリーブレーズを捉えたものの、さらに後から追い込んできた当センブルに、ゴール寸前で差し切られて2着に終わった。9月30日、約4ヶ月ぶりのレースとなった姫山キッカ賞は、後位から、直線外から足を伸ばし、内から抜け出そうとしていた、前年の覇者、栄進にパウトライ一場新本差をつけ優勝。重賞7勝目を手にした。 以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。